According to the official website of Walt Disney Production, it's right that Mount Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bold Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia. What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Sylvania, a mountain which resembles The Bold Mountain in Fantasia.Y&Y。ウォート・ディズニー・プロダクションの公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくる Bold Mountain はスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず、超自然が住むところだそうです。 ボールドマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかし、トリグラフ山のどこを探してもボールドマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。 が問題はなぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォート・ジェスニーにとってもその向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。広しは浜松市、ジャパン。 It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as a mountain in the Annunciation painted by Jesus Christ after fifteen hundred years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both are the same Devil's Mountains about which only I, Hiroshi, know. This indicates two alternative possibilities. One is that Walt copied the mountain in the Annunciation, or another one is that both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after 1500 years and after 2000 years. Walt Disney was 代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが描いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を描いています。ダヴィンチなる操り人形が描いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博史だけです。ここが重要です。 ウォルト・ディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は1たす1イコール1の魔女です。その証明は別のところで私、林博士がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山は ウォートディズニーの書いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォートディズニーは受胎告知の中に書いている山が悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に書かれている山が悪魔の山であることを発見したのは、私、林博士であって、私がそれを発見するまでそれを知っていた人はいません。もちろん、 ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。となると可能性は二つです。わかりますか一つは、ウォルトが1500年後のイエスの描いた山をコピーしたか、あるいは2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまり、ボルトン・マウンテンを描いたかの、どちらかだということになります。広島林、浜松セディ、ジャパン。 ここが重要ですからもう一度画面を見ながら説明します。左の山が受胎国知の中に表現されている山です。そして右下二人の人物に注意してください。これはですね、1たす1イコール1の手法でですね、二人の人物合わせて一人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林博士が証明しました。そしてみんなですね、ウォルトが 代表作、ファンタジアの中で書いたボールズマンですなわち悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけれども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。受、えー、代告知の中の山がですね、悪魔の山であると。 証明したのはこの林博士であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろん、ウォート・ディズニーも知る良しもなかったことですね。が、なぜ、ウォート・ディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかということになります。なあち、悪魔の山であることを知っていたということになります。となりますと、ウォート自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物、なあち、千 500年後のイエスではなくて2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の時代告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を、えー、描いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。ウォ a ゼ is in t h 底なしに深いということになります、えー。続く動画、どうかご覧になってください。b y for now! And reach an unreachable star.What Disney knew what Da Vinci w a s ディズニーは Da Vinci の正体をしていた。まあ、今日は大変ショッキングな話をします。これはディズニーの代表作、ファンタジアですね。大ヒット作です。これはシリーズで出ていますが、このファンタジアの中には大変奇妙な 山が出てきます悪魔が住む山です。これがその山ですけども、ボールド・マウンテンと呼ばれています。これがあのファンタジアの次第にもなっているわけですね。言わなれば悪魔城です。これ反転しました。これと同じ山がですね、 実はレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるのです。これが「受胎告知」といわれているダ・ヴィンチの中でも代表作ですね。描いた絵の中でも。その中央に描かれているのがその山なんです。なぜウォート・ゼデニーはこの山をファンタジアの中で悪魔の山としたのでしょうか 百分は一見にしかず、皆さん自身で比べて、見比べてみてください。左がダヴィンチの受胎告知の中の絵です。右がディズニーのファンタジアの中の山です。ほんのわずか書いてありますけども、基本的な構図は同じですね。それで、ディズニー自身はですね、この山を、スロベニアの山を の中の一つを書いたというふうに公式ホームページでは説明しています。トリグラブ山の山トリスロベニスロ、スロベニアのトリグラブ山だというわけですね。トリグラブ山。で、私はですね、このトリグラブ山を隅から隅まで調べました。2日ぐらいか 二日ぐらいというか、二日かかったぐらい、まあ、それほど大きなね、あの山じゃありませんので、あの、調べれば、調べられるんですけど、2日ぐらいかかって調べました。しかし、ファンタジアンの中に出てくるような山はありませんでした。皆さん自身もでは、一度調べてみてください。これが、まあ、スロベニアの、スロベニアのですね、トゥリーグラブ山です。似てるかなと思う写真を集めてみたんですよ。 あの、まあ、これがあの、ディズニーの公式、ウォルト・ディズニーの公式、公式ホームページで紹介されているトゥリーグラブ山。この中の山の一つをですね、悪魔の山としたと、まあ、公式のホームページでは説明しているわけであります。しかし、ないものはないんですね。ただ山というのは見る角度によって非常に、手難しか姿を変えますから、あの、 その辺は注意が必要ですですから、まあ、点を打ち、四方八方から調べてみました。が、同じような山は見つけることができませんでした。が、水さんという方からですね、大変奇妙なあのピラミッドを教えていただきました。まあ、この山、あのピラミッドがですね、いわゆるダヴィンチの絵の中のピラミッドにあ、山に似ているというわけです。で、調べてみました。 これがそのピラミッドなんですね。高さが551メートルあります。海の中の部分を含みますと、おそらく1000メートル近いこうした山なんですね。ピラミッドなんですね。で、皆さんこれ見られて自然のものだと思いますか私は自然のものに、自然にできたと思う方がおかしいと思います。溶岩の山なんですね。先がとんがっています。いかにもという山なんですね。 ピラミッドなんです高さが今も言いましたように5 5 1メートルですよ。5 5 1メートルですよ。海面から。火山がのみでできた島群の中では最も大きいものであると。どうしたらこの火山がこんなふうに吹き出してこの山を作るかということですよね。これがダ・ヴィンチの絵です。でこの今 ボールスピラミッドと比較してみますと確かによく似てるんですね。そこでダヴィンチは何をどこの島をモデルにして描いたかということなんですよね。ダヴィンチは私はこの島をモデルにして描いたというふうに確信しています。それには二つの理由がありますが、その理由はもう少し後で説明させていただきます。 皆さん自身で判断してみてください。で、ダヴィンチはですね、これがダヴィンチの絵ですね。で、それを真似て、ウォルト・ディズニーは悪魔の山としたわけです。で、ダヴィンチはこの山を、ボールズ・ピラミッドを真似て描いた。オーストラリアのですよ。 その理由はですね、というか、皆さんただ単なるこれを偶然だと思われるかもしれませんけども、その理由はですね、この地図を見ればわかるんですね。フロレンスから、まあ、フロレンスね、フェレンセアです。から、カタツジュータに線を引きます。で、カタツジュータから、ボールズピラミッドに線を引きます。ともに、極めて重要な、まあ、キーポイントですね。 そこでもう一度ダ・ヴィンチの絵を見てみましょう。これはまた有名な洞窟の聖母ですね。この上に奇妙な山が描いてあります。この山には見覚えがありました。私が謎解き始めた頃、最初に目をつけたのがこの山でした。カタツジューダですね。まるで核兵器で溶けてただれたような山々です。 この山とダヴィンチの洞窟の聖母の中に書かれている山が大変よく似ていることに皆さんどうか注意してください。ただし絵ですから全く同じ、上の方がね全く同じというわけではありません。これがカタツジュータです。すなわちダヴィンチはこの山を模して洞窟の聖母の絵を飾ったわけですね。まあ、他に似たような山,山があるならですよ。 イタリア、フレンチの近くに、それはまた紹介してください。私が調べた限りありませんでした。で、ラビダヴィンチはですね、カタツジュータへ来ていたわけですねそ。その証拠はこれなんです。と同時に、ボールスピラミッドにも来ていたと。それが先ほどの受胎告知の絵であると。 飛躍しすぎてるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけども、ここが南極、下へ行くと南極。ボールズピラミッドはここにあります。そしてナンマドールはここにあります。真上が北極ですね、当然。そしてタミューマシフという世界と言いますか、太陽系最大の火山がここにあります。ムー大陸がこの近くにあって、何かのか形でね、沈んだってことは十分考えられます。これがタミューマシフの火山です。巨大ですね。 そして、カタツジュータは、言うまでもなく、拠点中の拠点ですね。ここから、えー、隣のウルウル、そして、マウントコーナーをつなぎますと、一直線上に、うん、一直線上ですよ。大地の森谷島へと向かうわけです。このように全てが計算されていますが、これで、まあ一つの、なんて言いますか。 ダヴィンチの描いた山の謎を、まだすこれで完璧というわけではありませんけども、糸口をつかんだように思います。そして最後にもう一言。ダヴィンチの描いた絵と、ウォルト・ディズニーの描いた山と、絵と、もう一度見比べてみてください。なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、ダヴィンチの絵を真似て描いて、もう真似て描いたと断言していいですね、 構造を見てください。下のように、え山。私が書いたんじゃありませんよ、右は。ディズニーですよ。なぜこれを悪魔の山としたか。その理由は、皆さんもうお分かりですね。ウォルト・ディズニーはダ、ダヴィンチの正体を知っていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.